トイック受けるらしいじゃないですか。はい。前の結果を見せてくれるんですか。目標点500だったんですね。実力見ます。あ、はい、やっていただきますので、はい、2番、はい、パワー何してるか、お便り始まりました。もちちゃんです。さあ、はい、藤川伝さん、はい、来てもらいました。また知らない間にいろんな展開があって、トイック受けるらしいじゃないですか。はい。前の結果を見せてくれるんですか。え、な、なに前の結果、前のトイック結果受けたやつ IP。 はい、はいって何ですか。どっちなのある。まあ、あ、そっちからなんですか。それがあったら、はい、これアビリティーズメジャードって書いてあるから、どこをどう伸ばさなきゃいけないっていうのが見れるんですよ。それがないと、まあ持ってないだろうから、どうせ今日は、はい、はい、っていうので、まあそれがあると、ここをこうした方がいいよっていうふうにアドバイスができます。で、トイック目標点500だったんですね。500点って見たけど、だったって今日見たんですか。500って見て、はい、500点なんだっていうのを見て、でだからその500点からどれだけ離れてるかっていうのを、そのアビメだったら、はい、見れるという感じです。だから俺としては、まあそれぐらいは取って短大卒業してよって思ってるんですけど、はい、いつまで休学なの。休学はいつまでとか聞いて。休学は来年の、はい、あ、来年までなの。3月31日まで。へえー、なるほどね。もうその設定しかできなくて。ああ、なるほどね。また半年が良かったんですけど、うんうん、それができないので、あ、はい、トイックやるということで、はい、持ってきました本。まあ基礎的なやつってね、ということで、まず単語帳ね、はい、ここで咳かよ。すいません、はい、最近風邪ひきました。はい、はい、私の英単語帳基礎レベルやってないでしょ、どうせトイック単語。ああ、やってないです。よくトイック目指すって言ったの。いつ受けるのさ、トイック。いつ、当たり前だよ、いつ受けるか決めないと。まだ500点って言ったって年内、年内、はい、でもその間に何回か受ける。そうそう、目標で一気に取れるってまず思わない方がいいですよ。何回かやって分かってかないと、トイックがどんなものなのか、はい、公開テストの時だって受けなかったじゃん、そういえば。公開テストっていうのは一般でこう受けに行くやつ、学校なら受けてたじゃん、はい、でも外の会場でやるやつ受けなかったでしょ。覚えてない。覚えてないです、すいません、分かんないです。なんか言ってたもん。なんか受けたかもしれない。じゃあデータを出せ。受けてたんだったら公式問題集解かせた方がいい。そうですね。ただはっきり言って公式問題集も解けると思ってません。全然無理だと思いますんで、はい、手っ取り早くパート1-5対策の本ですね、はいはい、こちら、まあ、メンバーシップではこれがテキストになっていくんですけど。あ、そうなんですか、はい、これ今これなんで、これが終わったら次これになるんですけど、実力見ます。あ、はいはい、1、2、5っていうのがまあ簡単なパートで、まあ簡単って言っても難しくはなっているんですけど、まあ最初取れなきゃいけないパートであるので、どれぐらいできるのかちょっとやりたいと思います。卑怯はある。受ける気がしないです。受けないのが当たり前です、はい、そこからね。そうこっからかっこつけんな。そうだよ。できるキャラを演じる必要はないんだから。気が楽になったでしょ。あ、楽になりました。それが大事だからね、できないっていうのを認めることが一番大事なんで。さあ、では行きましょう。まあ、まずそのパート5の一番基礎的なところできなきゃいけないんで、ちょっとじゃあこの2問、はいはい、やっていただきますんで、はい、2問、はい、あ、これですよね。わかんないですよ。いやいやいや、はい、はい、終わりましたね。1問目。 Renters of the apartment complex needs to pay なんとか a security deposit before they move in ね。さあ、これ何市が入りますか。じゃあこの空所には何市って何ですか、そもそも。あ、動詞とか名詞。そう、はい、それの何市が入りますか、ここには。セキュリティはじゃあ何市ですか。まあセキュリティデパゼットで、これセットフレーズですけど、名詞。そう、セキュリティデパゼット、これ名詞ですね、はい、で、アが、アは何詞ですか。何やったっけ、全知詞じゃなくて、何でしたっけ。アですよ、アはいや、だってあの、やってるわけでしょ、なんだっけ、はい、英文解釈、基礎、入門、いや、入門70、入門70やってんだったら、アは何詞かわからんと無理でしょう。監視と言います。ああ、はい、監視してますか、はい、あともう一個は監視は2つありますね。あとザです。はい、 あとザですね、はい、不定監視と定監視、はい、ダメですよ、ちゃんと覚えてるけど、はい、でここに入るのは何詞ですか。監視と名詞があるわけですよ。 A security deposit っていう名詞があります。はい、はい、間に入れるのって何ですか。動詞。また燃えるよ、また燃えるよ、もうさ、もう。
形容詞ですね。はい、まあ、もちろん名詞足す名詞で名詞が入ることもありますが、基本は形容詞です。じゃあ選択肢の中でさ、形容詞どれですか。あー、違うかな。違うかな。 B、 はい、 B は別です。B ではありません。 C が refundable が、はい、形容詞になりますね。 able で終わるものは基本形容詞ですので、はい、で意味わかんないよね多分ね。 refund ってどういう意味ですか。 refund、 はい、 refund って一体どういう意味ですか。返金とか返金するって意味です、はい、なので able ってつくとどういう意味になります。 able が後ろにつく他の単語どんな感じですか。一個も浮かばないです。何でもいいですけど、まあはい、ケイパボーでも何でもいいですけど、ケイパボー何でもいいです。そうすると enable っていう単語以外は全て形容詞になりますので、なので形容詞って言って意味が分かんなくても答えが出せる。これがトイックのやり方です。だから語尾を見て何しか判断できるようにならなきゃいけないので、そういう勉強を必ずしないといけません。これをやらないとそもそもトイックの文法問題全然無理なんで、そこからやらないといけません。はい、はい、セキュリティデパーゼットっていうのはですね、最初前金頭金のことですね。だから敷金に当たるもの、日本でいうところの引っ越してくる前にアパートメントコンプレックスとかも分かんないでしょ。はい、アパートメントコンプレックス、はい、集合住宅地ですよ、はい、集合住宅地を借りてる人たちっていうのは敷金をリファンダブルだから戻ってくるんですよ。戻ってくる、返金される敷金を引っ越してくる前に払わなきゃいけませんよっていう、そういう話です。払う必要がありますよって話です。はい、じゃないです。急に病気ですか。はい、はい、だから単語もできなきゃいけない。2番のこのセブラルは何だか分かりますか。セブラル、はい、知らない。じゃあ適当に選んだってこと。いや、そういうわけじゃない。じゃあどうして D にしました。次は理由は、あ、D、 理由は何を吐くちゃう。どうするんですか、あなたの好きな子に見られるんですよ。どうせそれはちょっと恥ずかしいんで言わないでください。なんか言ってないじゃん俺だって自分が言わない。やばい、分かったら理由は、理由あるって言ったんだから。あ、理由あるって言いましたっけ。言ったよ、もう嘘はつかないでください。もう変わるんだから、はい、分からないものは分からない。 S?うん、なんで S、 この S は何ですか。複数、そう、複数形、まあ、で、なぜ D にしたんですか。なぜ複数形のやつにした。コントラクトズ、コントラクトズ、コントラクトズ、コントラクツ、ね、はい、コントラクツってどういう意味ですか。契約です。はい、はい、はい、いいですか。これ全然難しくない表現ですからね。 Make a contract with ですね。はい、もうそういうすいませんとかじゃなくて、ちゃんともうやばいという意識を持ってください。はい、それはそれがないと進まないわけだから、そう、ね、はい、いいですね。マニファクチャーって知らないですか。ないんだっけ。いいんです、知らないんだったら知らない、いいんです。それを認めることが大事です。だってセブラルわからない人がマニファクチャーってわかるわけないし、ただセブラルわからないんだったら入門70やってもわかんないですよ。入門70本当に分かるんですか。コントラックスやセブラルの単語のレベルが分からなければ入門70やっても分かんないよ、文の意味が。え、単語はどうしてるんですか。ターゲット1900で、ターゲット1900覚えたのにセブラル覚えてはない。覚えてはじゃないじゃなくて、コントラックスやセブラルが分からないのにターゲット1900なんですか。いや、このリファンドとかね、こういうのは分かんないだったら分かるけど、セブラルやコントラックスが分かんないでターゲット1900はきついと思うよ。ターゲット1900よりも下のレベルの単語だからです。で、マニファクチャーっていうですね、まあ製造業者とよく訳されますが、まあメーカーっていうので、まあ合ってますよ、合ってるけど、セブラルっていうのがいくつかのっていう意味で、後ろに複数形の名詞を取るっていうのが決まっているので、なので、はい、ですよ、はい、これはもう本当に英単語をなんとかしないといけないな、まず。いや、単語のレベルがまず低すぎるから、そこを上げないといけないですね。次回はリスニングチェックしますよ、あなたの宿敵リスニング、はい、なんだっけ、 Why do you want to study international relations とかってね、覚えてますか。はい、はい、じゃねえよ。あなたこれで何百万再生されてると思って、世の中でこのどうでもいいこの Why do you want to study international relations って、なんで国際関係を学びたいんですか。そう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 、これだけで一体何百万再生されてると思う、この世の中。それのせいでどんだけ全くどうでもいい人たちに俺道歩いてて声かけられるか。声かけられるんですか。声かけられるよ、その動画のせいでめちゃめちゃ声かけられるわけですよ。もう詰め込み合宿ですよ。はい、松原さんどうぞ。
っぱりてんちゃんに対しては現実をやっぱりこう受け入れてないから、こっちがこう厳しく言っても響かないと思ったんで、とりあえず少しの勉強はしてたんで、それは続くようにやってたんですよね。でもさっきセベラルとか出てこないとかね、まあ解釈70のこの SVOC は割り振れるけど、役まではできないことが多いじゃないですか。はい、そうやってねちょっと泳がせてたんです。でもこれからはガッツガッツのスパルタで行くんで、この2冊はい、今月巻いていけるようにね。まずこっちね。こっちですね。もうちょっとやっぱ単語を知らなすぎなんで、それじゃあまあ無理。ターゲットの1900はあなたのプライドをあのやっぱり僕は守りたかった部分もあったから、いや本当は1400なんじゃない1200なんじゃないのと思ったけど、1900やりたいって言ったから、はい、そこ中学版ですよ、やるなら中学版のターゲットです、ね。うん、そうですね、はい、もう中学も多分含めて、ね、やっぱザアが監視ちゃんと認識していただくこともうガツガツいくんで、缶詰にしないとダメだなと思って、合宿を6月の29、30やりますので必ず来てもらいます。はい、強制連行します。はい、で詳しいところは概要欄のちょっとホームページ貼ってるんで見てほしいんですけども、基本的には今回早慶宮廷大の長文の速読のやり方、やりたい人はそっちやって、トイック300から800のレンジの人たち の勉強の、まあ、指導させてもらうグループがあって、あとは英検準1級までは組めたので、この3つのどれか1つ選んで勉強していただく合宿です。てんちゃんトイックですね。はい、はい、この前島っていう自然豊かな場所で、まあ、思いっきり勉強もし休憩 でちょっと遊びというかね、あの自然と戯れる時間も持つけども、それはあくまでも勉強の効率を上げるためにやるんで、あくまで勉強の缶詰学習をするっていうのをちょっとやりたいと思ってます。この2日間でてんちゃんを変えようと思ってるんで、勉強の今の悩みが解決できるきっかけをつかみたい人はぜひ参加の方をご検討いただきたいと思います。はい、参加費は今回6900円かかるんですけども、まあ、これ教材費、食費、宿泊費全部込めて、うん、した、はい、ご視聴ありがとうございました。では次回リスニングですか。はい、はい